ゆっくりドラム講座ダンタカ。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者から黒金乙女まで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。今日はド定番フレーズダンタカを伝授します。譜面です。手順は RRL、 8部音符と16部音符でダンタカ。こんなの知ってるよって思うかもしれませんが、せっかくなので叩きます。これをより格好良くしましょう。譜面です。ダンタカの前にタンタンをつけて、隙間は全部ダブルストロークで埋めます。口で言うとタララタララトーラタタ、それなりの速さでダブルストロークができないと格好良くありませんが、できると、え、何あれって感じで聞いてる人に凄みを与えられます。叩きます。そもそもダブルストロークできません。そういう人は上の動画で地道に練習しましょう。次、譜面です。ひたすらタンタカなのですが、寒い動画2拍目の途中から始まっているので、なんか違うフレーズに聞こえます。1拍ごとに寒い動はありきたりすぎますからね。ドラムはこういうズレが大事です。ズレが格好良さを生みます。叩きます。これをさらにどうにかしましょう。譜面です。左右同時じゃなくてちょっとずらす。フラムってドラム技を使います。知らない人は上の動画で覚えましょう。なんだか複雑そうですが、よく見たら簡単です。この赤丸で囲ったルランタカタン、これをひたすら繰り返してるだけ。いわゆる1拍半フレーズです。最初がクラッシュシンバルで始まって、2拍目から始まってるのがオシャレのポイントです。フラムでずらして、1拍半フレーズでずらして、始まりもクラッシュシンバルでずらす。ズレにズレを集めたフレーズです。ちなみにこういうの XJAPAN の YOSHIKI がよくやります。叩きます。簡単でしょう。ダブルストロークやフラム、そういう小手先のテクニックは必要なし。そう思うかもしれませんが、覚えておくとよくあるフレーズが格好良くなるのでおすすめです。こういうほんのちょっとの違いを積み重ねると、他とは違う格好いいドラマーになれますね。より一層格好いいドラムを叩きたい方はドラム教室スクールドまでぜひどうぞ。 Twitter と Instagram のフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一つよろしくお願いいたします。ドラム講座はボタンもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画を更新しているのでチャンネル登録を忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投資が私の基本になります。またお別れです。ねえ、簡単でしょう。